にちは、いちごタルトです。今日は山形県の幻想の森というところにやってきました。ちょっと今歩いたんですけど、本当に幻想的なすごいところなので、動画で皆さんにお伝えしたいなと思います。今はすごい森の中に入ってきてます。ちょっと入り口の道が分かんない感じだったんですけど、ドライブスルーの白糸の滝ドライブスルーっていうところから300メートルぐらいのところにちっちゃな看板があって、そこから脇道で入ってきて、ちょっと砂利っぽくなってて運転大変かもしれないんですけど、そんな狭い道でもなかったんで来れると思います。で、今はここの幻想の森に足を踏み入れてます。じゃあ早速一緒に見ていきましょう。ちょっともう見えてるんですけど、こんな感じで杉の木らしいんですけど、それが一本の幹から何本かに分かれて、しかもボコッとコブができてて、すごいなんか見たことがない感じで、すごい神秘的な感じになってます。コブがあるし、ちゃんとこう途中で幹が分かれてて、あ、ちゃんと上まで生えてるっていう、すごい本当に幻想の森っていうだけあって、幻想的なこんな感じの杉が結構あちこちにあります。めちゃくちゃ広い範囲じゃなさそうなんですけど、結構あるのでちょっと歩いていきましょう。で、床下もこんな感じで木のチップが引いてあるから、めちゃくちゃ歩きやすいし、この幻想の森のところら辺だけしかこうやって引っ張られてないから、どこに行けばいいかが分かりやすくて散策もしやすいです。こんな感じで道があります。で、こっちの魚ドーン、あれがすっごい分かれてて、すごい、なんでこんなにタルトが知ってる杉はまっすぐ一本にしかなってないのに、なんでこんなに分かれてるんだろう。もうなんかこのウッドチップとも相まって童話の世界にいるような雰囲気です。めちゃくちゃ大きいし、樹齢が1000年ぐらいらしくて、もうなんか神秘的ですね。本当に大きいし、なんか歴史を感じるし、周りも緑がいっぱいで、マイナスイオンが半端ない。あそこもなんか穴が開いてる、なんでだろう。こんな感じで一本なのかな、が三つとかに分かれて、もっと分かれてるかな、ふわーって。じゃあちょっと戻って、奥の方まで行ってみたいと思います。本当に森の小道感がすごくないですか。こっちを見ながら、なんかツタみたいな、草みたいなのがいっぱい生えてるし、すごい。ちょっと奥まで続いてます。道じゃないからチップがなくなってて、こっちの奥の方まで、あ、さっきこっちの方まで来なかったから、めっちゃ奥まで続いてる。それも人がいるけど、結構観光してる方もいて、細い道なんだけど、ホームページとかにも載ってるから割と人気の場所かも。わあ、あれすごい、人が乗ってる、すごい。あっちもすごい、なんかお家みたいなんだけど、なんか森のなんだ、小人のお家みたいな風にも見える木がたくさんあります。面白い。穴が開いてるもん、不思議。丸く歩み木とか、ちょっと下の方にも本当に小人さんが住んでそう。
構奥の方まで続いてた入り口、さっき入り口一周してたんですけど、奥の方が大きい木とかいろんな木があって面白い。こんな本当道から県道国道大きい道から細い道15分ぐらい登ってきたんですけど、あ、こっちに駐車場につながってるんだ。ほんと結構森の中でよくこんなとこで見つけて、観光地か、そんな観光地ってわけじゃないけど、そういう名所にしたなーってすごいよく発見したなってびっくりです。雨が降ってきてめっちゃ濡れてでも木の何木が傘になってちょっと忘れてます。で、一番奥来たんですけど、こんな感じです。どう正面から見た方がわかるかな。こんな横になって、どうなってこうなったのっていう木が、ほんと神秘的な幻想的なジブリとかでも出てきそうな、なんか生命のパワーをめっちゃ感じる。ぐるーっと、すごいね。もうなんかどこまでが一つなのかが不思議。はい、今降りてきました。ちょっと入り口が分かりにくかったから、ちょっと撮ろうと思って、ここが47号線なんですけど、あのところ、あっちの方にドライブインがあって、ここに幻想の森という看板があるので、そこからずっと入って、すごい神秘的で素敵な場所だったので、本当に皆さんよかったらぜひ遊びに来てみてください。以上、いちごタルトでした。最後まで見てくれてありがとう。